大変お待たせをいたしました皆様こんにちは本日は春山淳一氏と佐藤淳氏による特別講演会月に住むにご来場いただきまして誠にありがとうございます本講演会は現在ワットミュージアムで開催中の感覚する構造力の流れをデザインする建築構造の世界の関連イベントとして開催をいたしますどうぞよろしくお願いいたします それでは早速あの登壇者をご紹介したいと思います。はいあの本当に先日月の探査機スリムがあの日本初月面着陸成功そして世界初のピンポイント着陸にも成功されましたザクサ宇宙航空研究開発機構の林山十一さんです。今日は本当にお忙しい中駆けつけていただきましてありがとうございます。はい。 晴山先生の,あのことはまあ皆さんもご存知かもしれないんですけれどもあの月の縦穴を世界で初めて発見された方ということであの今展覧会で展示しておりますのはその月の縦穴を利用して佐藤先生があの設計された月面構造物なんですが先生の方はその他小惑星探査はやぶさ2 また、ヨーロッパ、日本共同による木星氷衛星探査、ジュースなどの計画にも参加される。ほか、月のタクテ穴・地下空洞を直,直接探査、埋め計画の実現に向けてもあの大変色々な研究をなさってあのおられる方です。まあ本日は本当にあの月面着陸成功のあの最中のお忙しい中にお越しいただきましてありがとうございます。大変貴重な話、お聞きできるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。はい。 そして、あの続きまして、東京大学准教授、構造家の佐藤潤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、佐藤潤さんは本当に、あの建築の。さまざまな構造デザイン、画期的なもの、をこれまでなさっておられる。のはもちろんのこと、あの本店でも展示しております。月面構造物の開発に、近年は、あの着手されておりまして。月の縦穴を使った滞在、べ、のためのベースキャンプ。 のモジュールなどの、あの開発を現在進行形ということで、すでに展覧会ご覧いただいた方は。見ていただいたと思うんですが、そちらについて今日、お話しいただきたいと思います。お二人、今日はどうぞ、よろしくお願いいたします。ますどうぞ、おかけください。やっぱ、これ、月、大変なんですよね。まあ、真空ですね。から、たくさんクレーターがあるから、ことからわかるように、隕石降ってくる。ね、それから、まあ、放射線も大変なところなんです。まあ、こういうところですから。だから、月面というのは、大変、生きていくのには、大変なところだというふうに考えられます。 地球上の川というのは上がえと標高が高いところが細くてだんだん広がっていくんですけども溶岩の流れた川というのは最初がばーっと出てその後細くなっていくんですですからこ,れこ,こっちの方が東側の方う皆さんにとっては右側が東側の方が高いんです標高が高くて細くなってまあこれで溶岩の流れたと分かるんですねまあそういう地形がいっぱいあるところですであのまあ実際にこういうふうに溶岩がこう流れてる様子なんかもあの地球上で比べて似てるというのが分かっています でその中にですね見つけたのは、こういう黒いポチっとした穴なんですね。これ、太陽の高さが、えー、大体45度ぐらいの時に撮った、えー、画像です。えー、っとそうですねこの黒いポチの、えー、っちの直径が大体50メーターぐらいです。で えっとこれ太陽がで45度ぐらいだとですねこれいくつかおわんみたいなのがあるこれは全部クレーターといって隕石が開けた穴なんですけどもだいたい隕石が開けた穴って直径に対して深さって5対1なので例えば5 0ーの直径だったら1 0ーの深さしか普通はないもっと普通は浅いんですね。 だけど、太陽の角度45度で入ってきてるってことは、これ、底が見えてない、真っ黒では底が見えてない、つまり直径に対して二等辺三角形のことを思い出していただければない、直径に対して深さが直径と同じ、それ以上じゃないと真っ黒にならないんですね、底が見えないということは。なので、これ、深さが50メーターぐらいあると、それ以上あるっていうのがあの分かった。だからさっき言ったように、普通のクレーターだったらそんなことありえないのに、これ、こんな深い穴が不思議だと。で、えー、これをわれわれは何かと考えたわけですね。 でこれはこういう感じで見えていてでこの穴は何かというとたこう横に実は横穴があってですねそこにポコーンと開いたまあ隕石かなんかあるいは何かで崩れた開いた穴ではないかというでこういう横に開いている穴は何かというとう溶岩チューブと言われるものが例えばあります溶岩チューブ何かというとですねえまあ火山噴火します火山噴火でだらだらだらと溶岩流れるわけですねで表面は固まります 表面固まるんだけども中をこう溶岩あの柔らかいまま流れていきます。で火山活動が終わると溶岩が抜けきって穴が出るこれが溶岩チューブというんですねあの例えばハワイ島なんかだと噴火今もう最近ちょっと収まったかもしれないまあ数年前噴火してまた流れててそこも溶岩チューブ作られてもわかるし富士山のふもとたくさん穴がありますこれ全部溶岩チューブです。 なのであのいや富士山のふもと、いっぱい観光地化されているところがあるのでも、もし時間があれば、今ちょっと河、えー、口湖の方はあは閉山して,てあの、ちょっと寒いのと雪があるので見られないんですがさ、3月になったら再開すると思いますけども、あのえー、そういう溶岩チュー房がありますで。こういうふうに、えーと、溶岩チューブは別に珍しいものでもなんともないで、さらに言うなら、このハワイ島と,、えー、とその富士山の溶岩の、えー、共通点が、ですこれ、何かというと、玄武岩と言われる溶岩なんですね。 はい月の黒いところが玄武岩です。で地球上の溶岩チューブも玄武岩が作られて多いところにある。なのでもう宇宙飛行士あのアポロの宇宙飛行士とかあのまさにハワイ島で訓練したりするともうそこら辺中穴横穴があるわけですからあの横穴が多分あるだろうとみんな思ってたわけです。でえっと まあこういうところにですね見つかってですね最初見つかった後にわれわもさらに全球調査してですねえ静かの海というところと裏側のえと賢者の海というところにもそのような穴を発見しましたまあこれ静かの海の縦穴でまあ非常にこ,うこれはアメリカの探査機が取ったあの非常に高解像度のデータなんですけどもあのもうこういうふうに画像が撮られていて えー、これ実はここの部分空間みたいなのここはあのそ,そこなんでフロアなんですねで、まあ、普通だとクレーターってこういう感じでこうえっ、ー、とヘリが高まってるんですけどこれヘリ全然高まってないんですねですから我々としてはここにもっと巨大な空洞が地下にあってそこをポーンとあの抜いたんだろうとというふうに考えてますこれ重要なのは周りがですねほとんどこう飛び散ってる岩とか石がないんですねというのがありました さて、えーとまあ、この直径、さっき 100m ぐらい、さっき一番最初に見つかったのは 50m なんですこれ一番大きなの、静かな海だと 100m ぐらいの直径になっています。直径が 100m で、深さが 107m。実は横につながってるのを、あの横から見た画像があってです、ね、そこから見ると、この張り出しのところが 47m というのが分かっていて、引き算すると 60m というのがあって、60m の穴が。 少なくとも20メートルぐらいは横につながっているのは東西につながっているのは分かっています実は、えー、溶岩チューブ月の溶岩チューブはも昔から探されてましたで何で探されていたかっていうのはもうこれは明らかでこれはもう基地に最適なんですねさっき言ったように月面っていうのはもう隕石だとか温度,が高あ温度ちょっと言わなかったですね温度っていうのは月っていうのは14日間昼で14日間あの夜なんですねそうするとすごい暑くなってすごく冷たくなります まあそういうところで大体マネアスプラス120度ぐらい、マイナス150度ぐらいとか、それぐらいの温度の変化になっておりですね、で放射線バシャバシャ降ってくると、まあ、そういう中で地下に空洞があれば、そういう問題は全部避けられるわけです、実は温度なんかも、えー、と計算するとわかるんですが、ほとんど一定で、だいたいマイナス20度もいかないですね、0度ぐらいからマイナス20度ぐらいで、ほとんど安定で、もうほとんどあの温度変化がないんですね。 とというところです、まあ、隕石なんかも心配ないし、放射線なんかも心配ない、あともしですね行くチャンス、まあ、富士山、ふもとにいっぱいあるので行ってみていただけたらいいんですけども、えっとですね、まず床がですね結構平らになっているところが多いです、であとですねもう1つ、この壁とか触ってみていただくと分かるんですけどちょっとツルツルしてるんで、でこれなんでかというと、まあ、多くはです、ね、あのガラス化したんじゃないか、つまり厚い溶岩が流れてます。 で溶岩がこう空洞がで,す、ね、できているんですが空洞も結局岩です岩が溶けた状態で空洞ができているんですけどもその溶けている状態がいその溶岩が流れきるとこの天井とか壁というのは急に冷、えー、えるんですねそうすると,、えー、と岩というのは石です石というのはケイ素という元素を持っているケイ素を持ったやつが急に固まるとまさにガラスになるんですねということと同じようなことが起きていてガラス化してるんですつまり溶岩チューブこうさっき流れてますよと言ったんだけど まあその間にもしかしてひび割れがあってもですねその最後に固まるときにこうシールしているような感じで綺麗なえっとなんか防御ができている可能性が高いです。まあ地球だとですねあの他にもえ例えばですね水の効果水がこう例えばはい染み込んでくるとえ冬になると凍ります、凍ると水って膨張するんですねそうするとこう岩を砕くんです。かったりあとあとの 植物の根ですね植物でもすごく強くてこう入り込んでいくで、壊すんですね。なので、地球の場合はそうやって壊れるんだけど、お月さん、ね、水ないし、根っこもないし、だから全然心配なくて、まず壊れない。あの地震で壊れるんじゃないですかって、地震全然月ないですから、月震があると言っているんですが、全然もう人感じられないぐらい、まあ、科学者はちょっとした地震もこれはもうすごくありがたがるんですけど、全然我々心配ないぐらいないです。全然壊れません。なので、すごく安全なんですね。 なので、えー、と溶岩チューブ、まあ、ちょっと話戻りしますがガラス化されているようなところも見ていただけるかなと、まあ、そういう意味で,でガラス化されると何がいいかとそ,その話をしなきゃいけないんですがもしガラス化されているところがこうあるとするね、さっきのように 60m ーーとか,、ね、なんかすごい巨大な穴だと大変なところ支流みたいなのがあると,割と例えば 20m ーーぐらいの直径でね、高さも 10m ーーぐらいの直径あの高さだったりすると、まあ、そこぐらいだったら シャッターを置いて、そこに空気を送り込めば真空という問題も解決できるわけですね。なので、本当に天然の要塞のようなところであの非常にこういうのは重要だというのはもう1960年代ぐらいからもうアメリカの先生たちも含めてですね調べようというのはあったんです。月を探査して人が月や宇宙に住むということはですねやっぱりそういう脅威にもえ備えるいう自然の脅威に備えることでもあるし。 ま逆に言ったら月に行って、こんな砂地真っ赤なところ、地球見たらこんなにいいところないわけです。地球はいいな、大事にしなきゃいなと思うかもしれないですね。そこには生命を解き明かす謎、地球を知る謎が、いろんな証拠があるかもしれないです。そして何より 宇宙というね難しいところに行って目指していくということは多分、一国や一民族できないわけです、そういうときにまあ世界の人類が一致して団結して目指せばですねこれ国境のない世界のまあ一番大事な実現になるんじゃないか、まあ、宇宙ステーションもそういうところがあるんですけども、そう思う思んです、ね、だから月を目指す、月に人が行くことが大事なんだなというのは、私的にはこういう感覚を持ってます。原山先生ありがとうございいいまますななま高校ののからの思いを今ででつないで、はい あの来られたということで、非常に私たちにもすごく分かりやすい。あの内容を交えながらユーモアを交えてあのお話しいただきました。ありがとうございます。では、続きまして、佐藤純さんにあのお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。一番最初人が乗り込むにはどうしたらいいだろうかと。月面に乗り込むにはどうしたらいいかというのを、あの1番最初って提案している方が意外と少ないですね。 で皆さんあの月面基地だとか月面都市だとかあなんか夢が膨らみすぎて、えー、かなり豪華なあこうセットアップをこう提案されてるというのはありますが一番最初本当にもう最小限簡素なものを提案しようと最小限このぐらい作ればまずは暮らし始められるじゃないですかっていうのを提案し始めましたこの滞在モジュールの方ですけれどもこんなふうに畳んだ状態 からこうらあの空気で膨らませませすでこの内圧はどうせまあ空気が必要なわけで,で宇宙飛行士の先生方に伺うと0.5気圧とか0.6気圧でいいということですので内部0.6気圧などにしますで代わりに酸素濃度を上げ,上げとくと人は暮らしていけるそうです。 なので0.6気圧ぐらいで膨らませるんですがこれ、ものすごい圧力ですね台風ので窓が押されるなんてもう比べ物にならないぐらい10倍ぐらい強い力で圧力がかかりますでそこにこの枕型のボディを膨らませて4人で暮らす場合には11メーター18メーターぐらいで200平米ぐらいですね でえー、2人用の小型バージョンでは7ー9ーぐらいかなという提案をしています。でこの時にスライドレールとかです、ね、足とかエアロックとかこういう要素がくっついているわけですがこれらを同時に同時展開させようという機構を今、提案しているところです。 でこれ膨ら,ませるあの膨らませると同時にこうやって足を下ろさないといけないですねでこうやって、えー、展開していきますで膨らんだものを地面にひょいとこうクレーンで下ろしたるつってわけいかないので膨らみながら足を着地させるっていうのもなかなか難問でしたが一旦こんな機構を提案しています。 でまだああのこ,のこの状態にこう畳んでますけども畳み方まだまだ足りないですね、えー、宇宙系ではもっとこうコンパクトにこう畳まぎゅっとこう空撃がないぐらいに畳まないといけないというのがありますがあ、まあ、これはこれからやっていくというところですでこのボディにこんなああのモックアップを後でご覧いただくとよくご覧いただくと花柄のディンプルが押されてますでこうやって型押しをするとおあの 面が硬くなり、曲げに対しては硬くなり、えー、と面内の伸縮はしやすくなるっていう性質があるんですが、その性質とですね、あと緩くこう折ってるところがあります。あの折り紙のようにパキパキにこう折るんではなくて、こう緩くぬるっとこう折ってあるところがあるんです。 で、あの低曲率曲げとかですね、あと曲線折りなどと呼ばれますけども、そんな折り方をするとこう展開しやすくなるというので、この2つの要素で展開かなり展開しやすい構造を提案しています。で、花柄があるとないとでこんなんですね、えー、浅いこうピラミッドみたいなものにこう重りを乗っけると。 花,花柄がないとこうむ,しむしゅっとこう面が曲がってしまって、えー、元に戻らなくなりますが花柄があるとこうパキンとこうあの飛び移りっていう現象を起こして、えー、あのポンとこうあの反転してくれますで。これが展開に非常に便利というものです。 枕型あの内部ですけれどもお天井の低いところなんかがあ多くありますがそういう部分ちゃんと緑化してです、ね、有効活用しようというような提案をしているんですけれどもあのこれ、えー、なかなかあの植物の栽培が <laughs> 大変そうだなという試算が最近でき,できてきまして、えー、とこんなふうにです、ねえー、と例えばリーフレタスだとかを育てるんですが。 さまざまな作物を育てるんですけども一旦こうリーフレタス換算 押してみたところリーフレタス9000株ぐらい必要なんですねで、えー、これちょっと宇宙飛行士の先生方あの皆先生方に、えー、この栽培だけでずっとやっていくわけにいかないあのお願いするわけにいかないので、えー、とかなり便利に種を植えたり、えー、収穫したりというツールを考えないといけないなということで、えー、ちょっとまあこの開発の趣旨と,趣旨と少しあのおまけてぐらい,ぐらいの。 あの補助的なものになりますが一旦こうツールを想定してでこれ想定しないとですねこの内部プランが考えにくいんですねどのぐらい本当にこの面積で4人が暮らしていけるだろうかみたいなところがポイントですといったことにも取り組んでますでこちらですねあの4人バージョン から、2人用の60%ぐらい縮小した2人用まで、小型バージョンまで提案をしているところですが、こんなスケール感になってきます。ソーラーモジュールなんですけれども、こんなふうにですね、扇形にこう展開するというモジュールを考えていますが、斉藤先生の開発でですね、サミム虫の後ろバネを模した機構で展開します。 で、これがああ、こうやってですね。あの扇のあの扇子のように、こう畳むのと同時に長さをこう半分とかですね。えー、ま、3分の1とか長さを折りも畳めるというのが特徴です。あと、セットアップのバリエーションですけれども、縦穴用ですと、例えば。 こちら、先ほどからお見せしている4人用にですねオーバーハングがあってソーラーモジュールが2機必要なんですね200平米ずつ2機で400平米必要なんですけれどもこれらを持っていくと。 で電池がまた重いんですね、ソーラーモジュールの,ーあの10トンとかあります。で、われわれが設計しているこの区体が1トンとかですね、この,おあのお滞在モジュール4人用でもこう8トンぐらいにしかならないんですが、えー、とソーラーモジュールこれ10トンずつで20トンとか <laughs> になるというので、えー、ちょっとわれわれが軽量化する意味あるのかなみたいな <laughs> オーダーですが、えー、それでもまあ、ちびちびとこう、えー 軽量化していくことになりますが、そんなので、でトータル24トンとか36トンぐらいになりそうなところを4回ぐらいで運べないかなという提案をしているしています。で、ただこれちょっとまこれもちょっとまだ多すぎるというお話もありますので、えー、こう2人用に絞ってですね。えー、しかもこのオーバーハングとソーラーを合体して、えー、一体化して、えー、なんとかまああの軽量化してですね、えー、8トンぐらいとかに軽量化してですね、4トンずつ2回とか。 もしくは先ほど、日本のロケットで2トンとか、もしくは H3 で3トンいけるか、ちょっと厳しいんですが、そのぐらい運べれば、なんとかこうあの3トンぐらいで2回とかですね、でいけないかなというのもちょっと考,えたいか考えたいと思っているところです一番単純なのは、滞在モジュールだけ持ち込もうかなというのも考えています。 というのをイメージした上で、えー、こう予備探査っていうのを考えようじゃないかとするとですねあの確かめたいことは南極だろうが縦穴だろうが、まあ、ほとんど同じなんです。で、えー、縦穴だとこう,こうなんかプローブ探査機をこう小型探査機をこう下ろさないといけないっていうのがありますが、まあ、そうしたらですね、まあ、南極と縦穴とほとんどやることは同じようなものだ。 だからそしたらあの縦穴でやりましょうよっていうストーリーも考えてるんですが、えー、まずは縦穴を調べ,調べながらそ,その他のテストもしましょうよっていう提案をしているところではあります。 でこんなのをそれを本格的に設計するとだんだんまあこんなふうになっていくかなというのをやってましあの盛り込んでまして、えー、っとスリムがその先ほど本体で2 0 0キロでエンジン類など水薬あの燃料などを含めると8 0 0 700キロぐらいですかね、えー、というのを参考に、えー、とあとその他、今、開発されている方々の輸送能力がまあ500キロぐらいだとかっていう話もあるので、400キロ、600キロあたりの重さになるような、かなり小型なものです、これ直径1メートルぐらいですね、このぐらいの探査機、予備探査機をの設計にも着手し、着手してし始めました佐藤先生、ありがとうございます。 一気にやっぱ工学の世界ということで非常にリアリティのある設計とまあ今展覧会でも展示してあるモックアップを見ると本当にこうあもう月に行ってまあ人間が滞在できるのはかなり近い将来なんだなというのをすごくリアリティを持って感じるあのお話。 ありがとうございます。では、ここからは、はい、あの佐藤先生にモデレーターをしていただきながら、はい、あの少しお二人で具体的にあの話も含めて対談をしていただきたいと思います。まずはですね。あのー、私がこうやって、その居住部分をこう竪穴に、えー、あの仕込みましょう。よっていう話をしている。そのあの。 大きな理由がやっぱり春山先生もおっしゃっていたその放射線と温度が大きいですねで温度がほとんど一定だとかだというのとあと放射線がほとんど入ってこないみたいなことがありましたけれどもそれと春山先生がその縦穴で探査したいことというのはか,、まあ、かなりあると思いますけれどもあの科学的に。 その理学科学の面から縦穴の内部でどんな項目を探査しようとされてるのか知りたいことが何なのかっていうのは。 あのそれによってこの先ほどの予備探査の仕様もこう決まってくると思うんですね。われわれ展開でちゃんとできるかどうかという気候を調べたいとかあいうのがあるんですけれども,あですけれどもあのそのあたりそう何,何を調べたいかっていうのはありますか、はい、まず一番はですね早く見たい <laughs> もう誰も見たことないですよ、はいはい、こんなところを一人で行ってこんな楽しそうなことないですよね。うん あの惑星探査の一番の醍醐味は一番最初にデータ見たときなんですよ。うん、と、誰も世界中の誰も人類誰も見たことないやつをまず見るわけですね。一、うん、人とかチームでうふふっと笑うわけ <laughs> これをやりたい、これがまずはあの実は一番のサイエンスとしての醍醐味です。で、まあ、その後に、えっとに実際に行って研究するとなるとですね。 えっとまず一番大きいのは,本当はです、ね、サンプルを持ってきたいんですね。さっき言ったようにもう持ってきたらものすごいいろんなことができる。やはりどうしても、えー、持っていってその場で分析というのはなかなか科学技術が、ね、進歩してもやっぱりそのサンプルにはかなわない例えばはやぶさ1号機2号機持ってきたらもう桁違いに分かることが大きかったんですね。なのでサンプルを持っていきたい。でえー、っとだかかからら建築ととと基地というう構想から言うとですね、うん でサンプルを持ってくるんだけど全部持ってくるわけにいかないので初期分析をしたいんです初期的にですから最初に、えー、と地球上南極基地もらうじゃん持ってきてと、まあ、りあえず集めてるんだけど、うん、まず保管しておきながらどれが一番価値があるか、うん、で最低限の,あの実験器具あの装,置で装置で調べて分,分類してカタログ化っていうんですけどカタログ化して持ってくるのを選ぶっていうのがまずやれるといいと思ってるんですね、うん、まずこれが大きいです。あとはですね えっと、さっき言ったように何初めて見るっていうところは実は本当は科学的に大事なことで。 行ってみるるとといろんなこうコースとかがあるわけですねだからその中に奥行ったりとかですね天井をもっと近く見たりとかもう6 0ル高いとそういうところを探査するための拠点ですよねですからえっと奥行ったり高いとこ行ったりその穴の中の高いところに行く時のえっとそういうところに近づいてみればあのパッと見た写真だけじゃないデータが得られたりとかそれからさっき言った触り心地とかですねそういうものがあるんですまあ,あともちろんサンプル持ってくる。だから、えっと 縦穴の横穴の方の拠点としての価値も非常にあって、そこにやっぱりいろんな分析したり、データを集めたりしておくところが必要。まずそれがまずそれができればいいと思いますね。科学的には。ここ一気にハードルがわかりましたね。サンプルリターンしないといけないですね。言ったきりじゃダメですね。なので最初からサンプルリターンは求めなくてですね。将来的にサンプルリターンすればいいんですよ。だから。 その場で最低限の解析するんだけどそれを保管しとくとかうん、うん、初期に分析しといて次の段階で持ってくるようなものを目指すとかうん、うん、そういうことができればいいかなとうん、うん、写真だと撮影してその地形を見てかなり分かることっていうのはかなりあるわけですね,すね、うん、で私はあのまあ、普段あんまり実感がなかったんですがこの間スリムを見てあ写真を送信するのってこんな大変なんだって思いました。 だから、それだけその軽量小型な撮影装置もしくは通信装置しか積めないんですよね、そうすると、縦穴の中でこう撮影するような場合でも、そのぐらいのレベルのこうあれですかね装置なんですかね。まずあの小さくて今、皆さんのスマホ、すごい小さいじゃないですか、だからたぶんスマホとか持っていけばいいんですよ。うんうんうん あの宇宙は放射線とかあったりとか熱環境があるんだけど縦穴中さっきも放射線もなければ熱環境もな全然心配ないので多分もう全然心配ないですから2つこうミニプローブっていうのをこう出したんですよねでひっくり返った写真っていうのは多分新聞なんかに出てあったのあれ撮ったんですよこんなちっちゃいので送れないのでえっと別なところに中継させたんですでそれは実はスリム本体じゃないんですよもう一つの小さなえっとレブ2こんなちっちゃいやつに送ってそのレブ2が送ったんですよね ものすごい小さなものから小さなものにその小さなものから地球へというものすごい大成果なんです、うん、で時間さえかければデータが遅れるということは分かったんですね、うん、ただしやっぱり小さなものから小さいすごく回線も低いんだけども結構きれいなデータが遅れててあのデータもですねもう本当に今通信技術上がってますので,であと圧縮技術っていうんですけどそれも上がってますからえっ、ー、とこの辺で 写真もです、ね、ある程度撮れてしまえば、送ることはちゃんと生きてれば可能になって、うん、しかもそんな大きなアンテナだとか、本体を使わなくてもできる。うん、ので、さ、えー、多分先生から一番最初のお題である、じゃあ、何したいですかって、画像を見たいって、画像は撮れれば送れます。うん、で、縦穴のいいところ、特にたあの一つ、静かな縦穴のいいところはです、ね、地球はずっと見えないですこれ、どういう意味かというと、地球の上では月って動くんですよね、こう西東から西を。 知ってますよね無駄 <laughs> <laughs> 東からる <laughs> ところはね月の上だと地球って動かないんですよもうほとんどん動かないでまあそれはよく考えても分からないそうすると月の例えば地球から見てこう左側のところだと地球は月平線地平線みたいなところしか見えないずっとその辺にいるで,で裏側当然地球は見えないですね で真ん中の月の,この静かなの上の縦穴のところだけは穴の下に行くと地球は常に真上にぐらい真上ちょっと東側西側にあるんだけど常に見えるだから常に見えるのでそこにずっと通信が獲得できるのでずっと地球に。 送ってしまうので写真さえ撮れれば送れるというのでえと写真データというのはいろいろと使えるしかも小ちっちゃなやつが飛び回って写真撮影してきてまあレブぐらいの一号みたいなやつで今度そこに送ってそいつが送ればいいのでまあ画像はたくさん撮れるだろうとでそれで撮った時にはいろんな研究はできますがえとまあそういうのはありますだからじゃあ基地を作ってやりたいって時にそういう意味ではもう遅れてしまうので。 もうそこは多分あの基地が必要かというとそこまで必要じゃないかもしれないですね。基地って例えば倉庫みたいなのだったらいいという可能性もあるわけですよ。うん、あの例えば雨、ね、梅雨防ぐ。だかまさにあの縦穴横、横穴は実は倉庫みたいなものですから放射線から免れていても,もいいので、うんうん、実はちょっとそういう意味では縦穴というのは非常にラッキーね横穴ですけどラッキーなところなので、うんうん、そこは、えー、と物を置いとけばいい。うん、だでただ えと真空状態なので、えー、と例えば人が行ったりするときにはこうカバーかけるとか、うん、あそまさに先生のやってるような基地みたいなのが必要になると思いますね。話は絶対きちゃったんでいですです <laughs>、はい ごく最初の予備探査実証段階の探査機レベルでそういうのを調べるときにもう一つはさっき崖の地層溶岩が重なった地層なんかも知りたいという話もあったんですけどもそうすると先ほど私が提案しているオーバーハング桟橋からプローブをゆっくり下ろすのがいいのか なんかこう投げ下ろすみたいな話も聞いたんですけどもそういう案もあるって聞いたんですけども投げ下ろして落下させながら撮影するとかいう話も聞きましたがどっちが現実的というか何かすでに想定されたことはあるんですわれわれ理学はあんまり可能性から入るよりはやりたいことから話した方がいいと思うんですね。そううい意味で やっぱり一番知りたいのは中見たい、ーチューブの横見たいわけですよ、うん、さっさと行けよと、壁なんか見てなくてさっさと行けっていうのがまずあると思いますね。うん、なので投げ下ろしても何でもいいから早く行って取れば一番いいと思います。うんうん、で特に、えー、と重要なのはそうするとか 光の加減ですよねどのタイミングで、うん、太陽や光がどれぐらいの角度で壁に当たって入ってくる時に奥まで光ってるかとか、うん、そういうタイミングが重要視されると思いますので、まあ、あるすごく狙ったタイミングでいったらもうあんまり時間かけずにさっさと中行ってくれよっていうのがあるかもしれないですね。うんうん っていいうのがまず、えー、と仲を見たい派 <laughs> でもさっき先生がおっしゃったように壁を見たい人たちもいっぱいいてはい、はい、仲いいよと、はい、まず壁でしょという人もいて、はい、で壁を見る時にじゃあ、えー、ときに投げ下ろすとゆっくり言うとどっちがいいかというと、あのー、これはです、ね、多分やっぱり投げ下ろすでもいいかなと思ってなぜかというとです、ね、光が当たっているところ、まあ、地球上よりも多分明るいんですよだからカメラの感度はそんなに良くなくてもいい。 良くないっていうこと良くなくていいっていうことはあのえっ、ー、とシャッターがすごく早く切っていいわけですね。うん、要するに暗いところだとシャッターになるとはブレますよね。うん、でブレなくブれないぐらい早く切ればいい。うん、だから降りながら例えば探査機がこうホバリングっていうのはこうゆっくり降りようとこう噴射しててグラグラするんだけど、うん、まグラグラするからボケると思うんだけども、うん、まあ 本当にシャッターが早ければ、別にちょっとぐらいぐら,ぐらしたってもう写真バババッと撮ってしまえばいいので、全然そういう意味ではあの壁のところを撮るのに、えっと、投げ下ろさなきゃいけないか,か吊るさなきゃいけないかというとそうではないというのがカメラの写真のデータから言えます。ただし、ですね、えっと、近くに行った方が絶対いいんですよ、今度はあのやっぱりクレーンのように近くまで行って調べてもらった方が一つ一つをしっかりと見れる。ね なので、えっと、あとですねこう、デコボコ加減も分かるわけですね、うん、あの実はデコボコ加減も折りながら違う角度で撮ると立体視ができるので、かデコボコ見れるんですけど、近く行って見れるとかっていう観点では、もうしっかりと横行ったほうが確実に見えるってことがありますので、うん、まあその意味では、えっとまあ、クレーン的なやつで行ったほうがいい。 とこだったんですが人が行くっって言ったら絶対インフラが必要なんですね、うん、人は投げ下ろされないので、うん、やっぱり最初はですね、えー、とまあ科学的な観測もするのかもしれないけど降りるためのインフラエレベーターのか昇降機なのかわからないんでそれを早く技術として獲得していただいた方が人が行くだとか次にもっと大きなものを下ろしていくだとかっていう時の まあインフラを作るっていうのがもうやっぱり求められるし我々、理学会でもインフラがあればいろいろ発想とかミッションも考えられるんじゃないかなと思ったりしますねスリムのお話も具体的に成果をお聞きすることができましたし今日のお話で個人的にはすごい印象的なのが見たいっていうなんかそのやっぱりこう好奇心っていうのが一番こうすごくワクワクするなっていうふうに感じましたのとあのお話で出会いってありましたけれど。 宇宙も科学と理学と工学が交じり合いながら協力してあの開発を進めているということですが今日も比較的建築の方も多いんじゃないかと思うんですがあのどういう環境か分からないところで今こうヒアリングをしながら設計をしていくプロセスもすごくこう未知の世界で好奇心いっぱいの,あの内容だと思うのであのこれから建築に進まれる方も宇宙の はい、あの構造物の設計に関心を深めた方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますしそうではない方も、ぜひ領域を横断して発想を膨らませる、まあ、そういう,こう一つの機会になったらいいなというふうに感じまして本当に今日はあは盛りだくさんであの本当にリアルタイムの,、はい、あのフレッシュな情報もいただきましてありがとうございます。でではこちらであの講演会を終了ととさせていいたただきまますありがとうござし